願いします。のじのぶちゃんです。トロントのじです。ロンドンののぶです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週先週ですね、 のじとのぶさんは盆踊り大会に参加しました。そう、あの日本で行われた青年東京青年会議所主催 あのバーチャル盆踊りに私たち出たので、ちょっとぜひちらっと見てください。はい、はいはい、じゃあちょっと、はい、はーい、かわいいお姉さんね、これ はい、出た、左側私です。さんです。あー、のじだ、のじだ、はい、こんな感じです。ありがとうございます。どうだったの、ね、楽しかったよね。あ、すごい楽しかった、うん、でこれは太鼓持って踊ったんだけど、うん、前はちょっと掃除場とか、うん、いろいろ森バージョンとかいろいろね木持ってやったりとかやったんだけど、これを送りました。うん、まあ、でも本当にいい体験になってね、あのいい思い出になったよね、夏のね、うん、ね、のぶさんもキレよく踊ってたよね。あれは一応ロック忍者バージョンです。すごいです。ありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、それで今週はですね、先週の引き続き免疫の第2弾になります。はい、あ、ですなんでのじが具合悪くなっちゃったか原因、そうだそうだそうだ、ごめんね。原因はですね、まずまあ12月ぐらいから仕事の関係で忙しくて、で夜がねかなり遅く帰ってきたんですね。で、うんうん、まあ日常的になっちゃって、でまあ伴って就寝時間を遅れる、うん、全てが夜型になっちゃってて、あーね、いうなんか不設定な生活ですね、うん、になっておりました、うん、と、うん、であとはですね、まああと熱があってもちょっとガラッても仕事行っちゃえって言っちゃってたところも、そうね、やっぱりそこが一番ダメでした、うん、って感じ。無理しちゃったんだね。ダメでした。それでやられたって感じ。ガツンって、ね、うん。で、あとはね、まあ食べ物はいろいろ食べてて、普通にね、うん、よかったんだけど、うん、まああえて言えば、まあ緑茶がなかった、うん、っていうと、多分ね、年末からケーキを結構食べてたね。ああ、そっかそっか。パンとか食べてた。体は意外と酸性になってたんじゃないかなって感じ。あ、でもそれはあの大きな原因かもね、うん、でやっぱお酢とかね酢の物なんか食べてないからとか、うん、あとわかめとかもなかったんで、うん、まあ、ちょっと体はね具合悪かったんじゃないかな、うん、まあ、いろんな要素ね重なっちゃったね。自分は元気だったんだけどね意外と。いやー、でもそれだけやったら多分疲れてたんだよね、知らない間にね。そう、そんな感じ。それがそうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあすみません、さっきのあれなんですけど、あの、はい、なぜそあの のじがどうやってあのそこから回復したっていう、あの秘訣、あの食事生活とか飲み物、うん、そういうのちょっとあの紹介してもらいたいんだけど、うん、はい、で先週の続きで、まあ、イマージェンシー行って鼻うがいをまずやって、うん、っていうところが綺麗になってなりつつ、まあ、あとは、それからのリカバリーで3つおすすめしたいことがあります。でまずはですね、1つはアップルサイダービネガーを飲む。で2つ目は、スパイスティー、スパイスの効いたお茶を作る、うん、で3つ目はあのブラックソルト、命の水っていうものをご紹介したいと思います。で、一つ目のこの、で、アップルサイダービネガーっていうのが、この、これあります
はい、あ、飲んだこと、あの見たことあるそれ。カナダではね、あの、うん、結構有名で皆さん飲んでるんですけど、うんうん、あのアプリでできたお酢ですね。で、うんうん、これに、まあ、キャップ1杯ぐらいを、うん、お水のコップ1杯ぐらいに入れて朝飲みます。で、これ普通のデトックスクレンジングみたいになるんだけど、うん、で、まあ、私は1日に3回ぐらい飲みました。っていうのは、うん、それはどういう作用があるかというと、はい、酸性化した体をアルカリ性に戻すっていうところもありますので、うん、で、これが一番手っ取り早くていいです。で、たまに私はこれでうがいもしてました。あ、ここら辺でね。うん、バッチリ。はい。うん。で、二つ目は、スパイスティーってこと、まあですね、ジンジャーをベースにした、うん、お茶なんですけど、これを、生ジンジャーをスライスして、2リットルぐらいのお湯、お水から煮ます。20分ぐらい。はい。20分、30分ぐらいね。で、それで、まあ、煮詰めたものを飲むんだけども、それにですね、私は、まあ、一緒に煮たときに、ジンジャーと一緒に煮るのは、うん、ブラックペッパー？ペッパー、うん。はい。ブラックペッパーと、はい。これ。わかります？のぶさん。これなんだっけ？そう、これはクローブです。うん。で、あと、この、グリーンカルダモンっていうのがあるんですけど、うん、グリーンカルダモンは、アジア、ね、インドとか、あとはアフリカの人がよくコーヒーと一緒に煎じて飲みますね。で、コーヒー紅茶におすすめします。で、こちらの3点を、このジンジャーと一緒に入れて、2、30分に煮ます。その時、それから、その時にこれごめんなさい。オレンジの皮、うん、みかんの皮も食べた後干して、うん、生でもいいんで、これも一緒に入れて、で、まあ、ちょっと煮てからですね、この、ウコンと、シナモンを、まあ最後の方、最後の10分ぐらいとかに入れて、で、また煮ます。で、それをコップに入れたら、ちょっと冷めたところで、このローハニーね。うん。ローハニーね。これ生の蜂蜜なんで、酵素が生きてるんで、あんまり熱いところに入れちゃダメなのね。あ、わかります、ね。はい。だから死んじゃうんで、酵素が生きてる。だから大さじ1杯ぐらいとレモンを絞って、で、いただくときに飲んでください。もうめっちゃ効きそうじゃない、なんかこれ。うん、体を温める発汗作用がある、とか、腸とかを整えたりとか、あとこの暑いので、なんていうのかな、胃にもね、良くなるし、代謝、ね、代謝も良くなるし、ね、代謝も良くなるし、すごくいいですね。で、3つ目は、はい、命の水っていうのは、こちらの、はい、ブラック、で、ソルトパウダーって、ヒマラヤのブラックソルトのね、これをティースプーン半分ぐらいか4分の1ぐらいにコップの水に入れて、まあお湯でもいいんですけど、溶きます。で、まあお湯は熱い時にはこれまた入れないんだけど、そこにこのローハニーを入れて、またレモン絞って、で、ちょっとだけ。で、いただきます。で、この命の水って呼ばれてるのは、なんでかって言ったら、ミネラルがすごくたくさんに取れるのと、これ、レモンと、だから、塩と砂糖とレモンで、電解質になります、水が。わかる。だからイオナイズなんて、すごく吸収されやすくなるのね。そうだね。ね、これが、アイルベーダで命の水とか、インドの人は、暑いでしょ、インドって。だから熱中症とか、ちょっと、熱中症にもいいの。すぐファーって吸収されるから。熱中症にもとってもいいし、あと病気上がりの人、病気の人にも、ミネラル補給で、すっごいよく効きますので、で、今日本暑いから、皆さんね、これやったら元気になります。いや、なんか、いいと思う。意外と、うまいんで、これ。美味しい。めちゃめちゃ美味しいですから、飲んでください。ブラックソルトがないときには、普通の、ミネラルたっぷりのお塩、食
卓炎じゃないやつね、食卓炎じゃないので作ってみてください。なんかシーソルトみたいな感じがいいのかな、まあ、んシーソルトみたいな。そうそう、シーソルトでもいいし、ヒマラヤのソルトでもいいし、日本のね、あの美味しい塩でもいいので、うん、そういうの方がいいと思います。で、はい、うん、だけどなかったら本当に具合悪い時はもう塩と砂糖とレモンと水で、うん、あの飲んでください。ね、わかりました。ちょっと試してみたいと思います。うん、はい、じゃあこの3つを私から、ね、あのおすすめします。よかったらご利用ください。試してみてくださいね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日は、あと満月が近いってことで、ノブさんからまたご提案がありますので、聞いてみましょう。はい、ノブさん。はい。はい。じゃあ、9月の2日かな、満月が、また来るんですけども、それにちなんで、私は、フルムーンウォーターのご紹介をしたいと思います。はい。はい。で、フルムーンウォーターって、満月の夜に月の光に当てたお水のことなんだけど、まず、満月、新月って、浄化が高まるすごいスペシャルな日じゃない？で、その月のエネルギーを水に、記憶させて、それを体に取り込むことによって、心のバランスを整えたりとか、いらない思考とか感情を、お掃除できるっていう、飲み物なんで、これをぜひ、この満月の時に、お試しいただきたいなと思って、今日は、お話ししますね。はい。いいですね。これ、私もちょっとやってかなり経ちますけども、多分いいと私は思います。エネルギーがいっぱい出てきたので。はい、ではフルムーンウォーターの作り方のご紹介なんですけども、まず皆さん青い天然素材で作られた瓶をご用意ください。なぜかというと青いこのボトルってすごい月のエネルギーを集めることがすごいいいんです。エネルギーを集めやすいんですよ。まずこれをご用意していただくのと、あとミネラルウォーターか、もしくは煮沸したお水。うんうん、でお水っていうのも、月の波動を、記憶させることがあるので、そのいいエネルギーを水に記憶させて、うん、この青いボトルを使って飲むことによってもうさらにパワーアップします。うん、はい。でこれをですね、まず月の光にさら当てるんですけども、まず満月の夜、2時間ぐらい外かもしくは窓の、近くに置いて月光浴をしますね。でその後飲んでいただくんだけど、それはもう48時間以内に必ず飲み切ってください。その方が効果高いです。うん、でお水を飲むほかに顔を洗ったりお風呂に入れたり、あとはお水お花にお水あげたりとか、そういうこともできるので、いろんな用途に合わせて使ってみてください。はい。はい。じゃあ、これはですね、もう、別に満月じゃなくても、新月でも、できますので、新月の場合は、ニュームーンウォーターとして、使ってくださいね。楽しみですね。うん、いいですね。はい。で、みんなでこれを飲んで、パワーアップしましょう。はい。私も、じゃあ、ボトルを買いに行きますね。まず、そこからですね。うん。探してください。はい。はい。じゃあ、今日はこれで、私は終わりになります、うん。ありがとうございます。はい。それではですね、来週はまた免疫第3弾ですね、続きになりますので、よかったらまたご視聴お願いします。はい、どうもご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたチャンネル登録お願いいたします。はい、じゃあ良い1週間を。はい、チャオ。